デジタル時代の先駆者として、スティーブ・ジョブズは世界に忘れられない足跡を残しました。1955年、カリフォルニア州サンフランシスコ生まれのジョブズは、幼い頃から電子機器に興味を持ち、テクノロジーに魅了されていました。10代の頃、彼はテック好きのスティーブ・ウォズニアックと出会い、共にアップルを創業し、世界を変えることになる会社を生み出しました。ジョブズはコンピューター業界に与えた影響は深遠でした。彼は集中力が凄まじく、創造的なビジョンと完璧主義の追求を常に持ち合わせていたことで知られていました。彼のリーダーシップのもと、アップルはマッキントッシュ、iPod、iPhone などの象徴的な製品を開発し、人がテクノロジーとの関わり方を変えることになりました。しかし、ジョブズの人生は苦難もありました。1985年には、彼はアップルから追放され、自分が作り上げた会社を去ることになりました。しかし、彼はへこたれることなく、NEXT という新しい会社を創業し、画期的なコンピューターのハードウェアやソフトウェアを開発しました。1996年、アップルが NEXT を買収すると、ジョブズはアップルに戻り、すぐに CEO の役割を引き継ぎました。彼の指導のもと、アップルは世界で最も成功し、影響力のある会社の一つになりました。しかし、ジョブズの成功は個人的な苦労によっても制限されました。2003年、彼は膵臓がんと診断され、数年間、病と戦いました。しかし、彼は病気にもかかわらず、熱心に働き、iPhone や iPad などの製品の開発を監督し、世界を変えることになりました。2011年、スティーブ・ジョブズは56歳で亡くなりました。しかし、彼の遺産は生き続けています。今日、アップルは世界で最も価値のある会社の一つであり、その製品は私たちの生活の在り方を形作り続けています。スティーブ・ジョブズは、彼自身の生涯を通じて、常に革新的なアイデアと情熱を追求し、世界を変えることに果敢に取り組んでいました。彼の偉大さは、製品のデザインやマーケティング戦略だけでなく、自分自身の哲学や精神的な探求にも根ざしていました。彼は人に自分自身の信念を持ち、自分自身を超えることを促しました。彼の有名なスピーチや書籍は、ビジネス界や個人の成長に影響を与え続けています。スティーブ・ジョブズの生涯は、誰にとっても学びとなるものがあります。彼の影響力は今も世界中で感じられており、彼が残した遺産は私たちの生活を永遠に変え続けることでしょう。彼が生み出したアイデアや製品は、私たちが今日、当たり前のように使っているものであり、彼の功績は計り知れません。スティーブ・ジョブズは、現代社会において最も偉大な起業家、ビジョンを持つ人物の一人です。彼の生涯は、常に創造性や情熱を追求し、失敗や挫折を乗り越え、最高の成果を生み出すことができることを示しています。彼の影響力は今も続いており、彼の功績はこれからも世界中で称えられ続けることでしょう。